では、えー、学術論文データベースのマガジンプラスを説明したいと思います、えー、まず、えー、法政大学の、えー、図書館トップページに、えー、アクセスしてくださいでそこで、えー、こちらにですねオンラインデータベース一覧というのがありますので、えー、これをクリックします、えー、注意書きが出てきますので、えー、同意してくださいしないと使えません はい、でそうすると、えー、データベースの一覧が、えー、こう出てきます上から文献管理ツール辞書辞典新聞和雑誌用文、えー、雑誌ですが、えー、今回は和文雑誌ですねで和文雑誌のデータベースでもサイニーマガジンプラス n d l o パックなどまあいろいろありますけれども、えー、今回は、えー、こちらですね学術雑誌だけではなくて一般雑誌も、えー、含めている、えー、マガジンプラスに行きましょう はい、でマガジンプラスをクリックすると、えー、こちらのマガジンプラスの、えー検,索がえー、検索画面が、えー、出てきますでまず、えー、検索対象になる雑誌の発行年を指定しますがちょっと広めに1970年の1月号から2011年の4月まで で、えー、次に、えー、検索文字を打ち込む窓がありますが、えー、キーワード、著者名、雑誌名などいろいろありますがこちらをですね、えー、変更してすべてキーワードにすることもできます例えば1つ目のキーワードに日本語と入れてみましょうで2つ目のキーワードに、えー、助詞と入れてみましょう、はい、これで下の検索ボタンを押しますそうすると、えー、日本語 女子というキーワードで引っかかった文献が出てきますがちょっと多いですね784件、えー、20件ずつ50件ずつ100件ずつと一覧表示できるんですが多すぎますので、えー、こちらですねもう一つ増やしましょう、えー、キーワードに場所と入れましょうそうすると、えーまあ、場所を表す女子に関して限定されます、はい、14件、えー、あ今度はもうだいぶ、えー、絞り込まれましたね はい、じゃあ、えー、これででいいでしょう、えー、右に、えー、一覧表示というボタンがありますのでこれをクリックします、えー、そうすると、えー、簡単な論文の書士情報が出てきます論文のタイトルその論文を収録している雑誌名、えー、その論文の、えー、発行年ですね、えー、下も同様ですで気になったものだけこうチェックして、えー、ここに、ね、チェックしたものを表示 という風にするんですけれども、えー、今回は14件しかありませんのでこちらですねすべてを表示にしましょうそうすると、えー、より詳しい論文の書紙情報が出てきます論文のタイトル韓国人日本語学習者の誤用分析、えー、論文の筆者、えー、その論文を収録している、えー、雑誌の名前と、えー、あと、えー、その論文の発行者、えー、59巻の第1号で2010年発行で 論文が収録されているのは109ページから119ページにかけてであるということがわかります、はいで。こちらに青文字リンクで法政大学オパックとありますけれども、えー、これをクリックしますと法政大学のオパックでこちらの,、ね、あの文献が所蔵されているかどうかがわかります。でクリックしてみましょう。はいえー、ありますね。 一ヶ,ヶ谷は残念ながら図書館ではなくて文学部資料室これは80年間の8階ですねに置いてあるようですが現物がありますので実際にそこに足を運んで手に取ってみてくださいでもし必要であれば論文のコピーを取ってください、はい、では先ほどの検索画面に戻りましょう こちらにピンクで JJR ナビというボタンがありますがこちらでですねあのこの論文がオンライン上にあるかどうかをまあ検索することができます、はい、JJR ナビのページに行くともうこれ ISSN で検索された状態になっていますが4つの中からこちらがフルテキストとなっていますねこれは全文公開されているということでしょうからこちらに行ってみましょう はい、そうすると、リブステップリンカーのページで、えー、あ,ありました、ここですね、えー、タイプフルテキスト、ここにもタイプフルテキストというのがありますが、えー、それを公開しているデータベースが、大阪教育大学リポジトリと、はい、これは先ほどの大阪教育大学起用の、えー、発行者、えー、大阪教育大学さんが自分の、えー、大学のページで公開しているというわけですね、で実際こちらに行ってみましょう。 はい、えー、大阪教育大学さんのページが出てきましたが、あこれは検索しないといけないんですね。はい、じゃあ、えー、先ほどのこの論文の、えー、タイトルをコピーして、えー、こちらに貼り付けて、これで検索してみましょう。はい、出てきましたね。えー、論文がちゃんとあるようです。はい、でクリックすると、細かな書誌情報が出てきてあ、ようやくも出てきましたね。 はいこちらに、えー、この論文のファイル PDF ファイルが置いてあるようですで、えー、見る開くをクリックするとはい論文が出てきますね、うん、で、えー、この論文今画面が小さいので、えー、小さくしか見えていませんけどももちろん拡大することもできますしあとこちらにですねコピーを保存というボタンがありますのでこれを実行すると皆さんのパソコンの中に、えー、こちらの論文の PDF ファイルが保存されます。 また、隣には、えー、プリントアウトのボタンもありますので直接プリンターでプリントアウトして持ち出すということもできるでしょう、まあ、大学内のパソコンであれば、まあ、こちらがいいかもしれませんね、はい、では元に戻りましょうで先ほどのリブステップリンカーでですね、もう一つフルテキストがありましたけれども、まあ、こちらはデータベースがサイニーというふうになっていますねサイニーはオンラインで論文データを検索する、うん デーータベースですけれども当然、あそこでもオープンアクセスになっているものが非常にたくさんありますがこれを見る限りは55巻までしかオープンではオープンアクセスにはなっていないようですね59巻2010年のものはまだ再認上ではどうやら公開されていないようです、まあ、おそらく新しいものは著作権の関係などいろいろあるのでしょう ですか大阪教育大学さんのページではすぐ公開されていましたがサイニーの方ではまだのようですね、はい、では、えー、戻りましょう先ほどの検索一ページですけども、えー、2番目の論文、えー、この論文も、えー、法政大学 OPAC で調べることができますね、うん、はいあ,ありますね市ヶ谷に所蔵されているようです請求番号 A7B433 ですから、えーまあ、おそらく地下諸行の3階だと思いますが、えー、現物がありますと、まあ、このように、えー、大学のオパックでその雑誌が所蔵されているかどうかは、えー、またねもうワンステップあの必要ですが調べてくださいでラッキーなことに JJR ナビでねあの本文がオンラインで読める場合もありますが、えーまあ、サイニーの ページでもももうう回検索し直しし直てみるというのもいいのかもしれませんねオンライン上で公開されているかもしれませんただし、えー、全てがこのようにたどっていけるというわけではなくて、えー、例えばこの8番の、えー、検索ヒットした論文ですけども、えー、これは何もここにリンクがないですね、えー、ということは法政大学の中にもないしサイニーなどのオンラインでも公開されていない可能性が非常に高いゼロとは言いませんが でまあ、こういった場合は、えー、論文のタイトル著者名、えー、雑誌名番号発行年そして論文の、えー、掲載ページをすべてメモして、えー、市ヶ谷図書館の受付カウンターに行ってくださいそうすると、まあ、所蔵されていないものでも他、えー、大学の図書館さんに副社以来 コピー依頼を出すすことができます、えー、もちろんコピー代と送料は実費で必要になりますが、えー、この申請をしておけば12週間後には皆さんの手元に論文のコピーが届くはずですですからまあ面倒くさがらないで、あのー、検索で、ね、どうしても読みたいと思って引っかかったものは、えー、取り寄せて必ず読むようにしてください せっかく卒業論文素晴らしいものを書き上げても、えー、皆さんが書いた内容考えた結論の大半がですねどこか他の論文ですでに言われてしまっているという場合もありますそういった場合はもう2番目以降に書かれた論文は、えー、価値がゼロということになってしまいますし、えー、下手をするともちろんあの大学の単位も認定されないと、えー、下調べが不十分なまま書いたもの、まあ、もしくは 本当は読んでいたんだけれども、えー、それをあえてですね引用せずに、えー、パクった、溶接したのではないかと疑われてしまいますので、えー、必ず、えー、入手して目を通すようにしてください。で大学1年生でも、えー、レポートを書くときにですねこのようなデータベースを利用して、えー、なるべくたくさん引用文献を、えー 自分で見て、そして知識を深めてからレポートを書くようにしてください、はい、では、えー、最後1つだけちょっと注意ですけれども、えー、必ずですね、マガジンプラスを終了する場合はこちらのログアウトボタンを押してください、えー、これは、えー、法政大学から5人までしかアクセスが許されていないサービスです、えー、マガジンプラスは、はい、こちらですね最大5人までです ですからもしログアウトしないまま放置しておくと他の人が使いたくても使えないということになってしまいますのでぜひ気をつけておいてください。